今日の動画ですけども、この度鶴見線へ新型車両投入されることになりました。この鶴見線には今年の冬からですかね、まだ一応細かい日付等々は決まってはおりませんけども、現在他の路線ですね、内房線とか外房線とか、あと相模線、日光線、東北本線の一部区間でも活躍している E131 系列車、この度鶴見線に導入されることになっています。こちらの当列車3両編成を8編成合計24両を投入することになっておりまして、投入線区としましては鶴見線の鶴見駅よりこのままね南の方に行きまして、海芝浦、大川、そして扇町方面にそれぞれ運転をしていくことになっています。現在ではね活躍している旧型の205系ではありますけども、今年の冬から順次この最新型の車両に置き換えられていくということになっているそうです。車両のデザインにつきましては、車両の外観は海をイメージしたスカイブルーを取り入れたほか、前面のドットの部分はかつて鶴見線で活躍した歴代のシャラーカラーとなっており、茶色は1959年から1996年、黄色は1979年から現在までに運行している車両色を採用し、この鶴見線のこれまでの歴史を表現しているそうです。で、車内の作りとかですかねは外観との統一を図り、座席に青色を用いることで海沿いを走る爽やかな雰囲気を表現しているというところになっているそうです。主な特徴として見てみますと、運行情報とか乗り換え案内を表示する大型ディスプレイ17インチを一部のドア上部に設置した、あとは座席幅をね、拡大してクッション性を向上させるとか、あとはそうですね、防犯カメラを設置したりとかですかね、なんかそういうことが書かれている当列車ですけども、もう本当にもう関東圏のローカル路線、ローカル路線というのも変ですけども、関東圏って言ったら10両とか15両がやっぱ当たり前ですから、そういった近郊型の車両ですと今一番新しいのって多分 E235 系だと思うんですけども、編成がちょっと短めになったパターンの、今一番新しい列車といえばこの E131 系なのかなというところで、車内のね、快適性も含めて、今後がね、今後次どの路線にね投入されるのかなとかずっと思っていたら、先に鶴見線に投入されることになったということになっています。で、当列車は全部で3両編成という話をしました。最高速度は100キロというところですかね。ステンレス製で作られて、で、なんかね車体幅がね少し狭めになんか作られるらしいんですよね。相模線とかでしたら、なんか少し広めというか、3000mm いかないぐらい、3m ないぐらいなんですけども、なんか鶴見線だとだいたい 2778mm というところで、一応ね資料に書かれてはいるので、少し小さめというか、ちょっとコンパクトだなっていう感じの特徴をしている列車になっています。こういったね新しい列車が導入されることは非常に嬉しいことではあるんですけども、それとともに、旧型のね、205系がどんどん引退していくことになりますので、昔でいう相模線もね、昔は205系走ってまして、であとは日光線もですね、旧型車両走ってましたが、それぞれこの新型 E131 系に置き換えられましたので、残る205系、もうあと仙石線だけなのかな、時期に仙石線もね世代交代が近づいているんだなっていうのを、今回のこのね鶴見線への新型車両投入で改めて痛感させられる今回の、ニュースということになりましたけども、まだねしばらくはまだ活躍していると思いますので、ぜひ皆さん205系に乗車する際は、この鶴見線かもしくは東北森の都仙台から運転しております仙石線にぜひ皆さん乗りに行きましょう。というわけで、どうもご視聴ありがとうございました。